これもう来ないよね。もう帰ろうかな。あいつ何やねん。アイさんですか。遅れてごめんなさい。吉尾くん、遅いよ。もう来ないと思ってた。緊張して眠れなくて、しかも寝坊するというお約束のパターンにはまってしまいました。お約束っていうけど、やられるとさすがに腹立ったわ。あ、ごめんなさい。ユーザー様に向かって。ほんとごめんなさい。なんてお詫びしていいかわからないけど、今からデートお願いします。お金はもうもらってるから遅れたのは別にいいんだけど、でもあと3分しかないよ。え ?3 分?ユーザー様が私をレンタルしたのは3時間。12時に待ち合わせして、それから軽く食事をして、その後15時まで公園でボード乗ったりして遊ぼうねっていうデートプランだったでしょ。はい。今14時57分。あと3分。そんな、2万1000円も払ってるんですよ。なんとかなりませんか。ケツないから延長できるけど、1時間後で6000円追加徴収させていただきますよ。ケツ?俺時給920円ですよ。これ以上無理や。じゃあ延長なしね。ちょっとぐらい多めに見てくれてもいいじゃないですか。事務所通して仕事してるわけだし、ちょっとそれは無理なの。じゃあ3分で2万1000円分楽しませろよ。あんたプロなんだろ。私芸人じゃないから。キスさせろ。無理。ハグさせろ。無理。胸もま。お金を出して女の子とデートするって虚しいだけじゃないんかとも思ったよ。でもそれでも満たされるものがあるんじゃないかと思って2万1000円出したのに、3分ってカップ麺一口すら一緒に食われへんやん。3分じゃないよ。え ?3 分じゃない?あと2分。くそ。こちらには一切落ち度はないです。ユーザー様がどんなに腹を立てても、もう時間もお金も返ってきません。アイさん想像してたんと全然違う。そう?私はいつもこんな感じよ。ヨシオくんと会えるの私も楽しみってメッセージくれたやん。ヨシオくんと会ったら緊張して喋れなくなるかもってメッセージくれたやん。めっちゃ流暢に喋るやん。事務的に。ヨシオくんを夢の世界に連れて行ってあげるってメッセージくれたやん。夢の世界ってどこなん?あ、もしかしてこれ夢なん?そういうこと?もしかしてまだセーフ?アウトですよ、ユーザー様。くそ!ユーザー様、ユーザー様言うな!現実見せつけるな!せめてあと2分は、ヨシオくんって呼べ!2分じゃないよ。え ?2 分じゃない?あと1分。くそ!ユーザー様はどんな顔してるのかな?ユーザー様とどんなお話しようかな?ユーザー様とどこに行こうかな?どんな服着て行こうかなって何日も前から考えてたし、今日だって3時間前からここでユーザー様を待ってたの。電車が遅れたのかな?私のことが急に嫌になったのかな?何かあったのかなって考えながら、ユーザー様もそうなんじゃない?ユーザー様が気になって話頭に入ってこへんかった。けど、いじでもヨシオくんとは呼ばないという固い意志はひしひしと伝わってきたわ。デートっていうのは会ってる時間が全てじゃないの。最後に言い残すことは何その呪術気づけながら言いそうなセリフ。なんでそんなに冷たい。もうどうせあと数秒やろ。もういいわ。ごめんね、冷たくして。でも私も今日すごい楽しみにしてたから、こんなことになったのは悔しくてつい意地悪しちゃった。ヨシオくんが悪いんだよ。え、そういうこと。なんや、俺ヨシオくんって呼んでほしくて呼んでほしくて、こんなにヨシオくんを押したの初めてやわ。じゃあセーフってこと。アウトですよ。くそ。あ、もうこんな時間。今度は今日の分も楽しもうね。え、今度。うん、今度。あ、じゃあ来月。来月は絶対遅れない。うん、約束だよ。楽しみにしてる。バイバイ。バイバイ。吉尾くんが悪いんだよやって。これはこれでありやったな。